豆豚金つまみヘラのような形の放子用が立ち上がっているのがわかる。豆豚は裏し科に属するシダ植物。樹木や岩に茎を這わせる着生植物である。独特の丸い葉をつける。山間部ではごく普通に見られる。豆シダ、豆苔、岩豆、豆鶴、石豆などの異名を持つ。茎は細くて長くい回り、まばらに葉をつける。葉は 栄養用と胞子用の2型がある。栄養用は着生生活に適応して、水分を多く蓄えており、肉厚でマリー。長さは1から2センチメートル。傭兵は数ミリメートルで細い。胞子用は長さ6センチメートルほどのヘラ型で、栄養用より、はるかに細くてより長い。やや表側に反り返る傾向がある。栄養用より高く立ち上がっており、ちょうど、 蛇が鎌首を持たげたような姿である。裏面の趣味の左右の先端側に胞子の運群が一面につく。縦二本の茶色の線を引いたように見える。樹木や岩に着生する。山林内でなくても山間の地では道路沿いでも出現する。車道ののり面のコンクリート面などにも見られることがある。東北地方以南の本州から琉球列島にまで生育し、 海外は朝鮮南部、中国、台湾に分布する。同族は日本、中国から東南アジアにかけて約10種あり、日本にはもう1種、鬼豆ズタチンが薬島などから知られている。葉の先が尖り、胞子用の幅が広く、胞子のうんんは丸いものが左右2列に並ぶ。これはむしろこの配置が基本であり、 豆豚では、これが密着して線になってしまったと見るべきらしい。他の属との関係で言えば、のきの部族がごく近縁であるとされる。沖縄などのものは、より大きく細長くなるので、琉球豆豚という変種とみなすこともある。なお、卵化の着生植物に、豆豚卵というのがあり、姿が実によく似ている。卵の方が葉が小型で硬く、 ほふ系や根がより太いことで簡単に区別できる。ただし、卵の方が環境には敏感で豆たほど開けたところには出てこない。一面に生えている姿はなかなか風情があるが、あまりに普通なので、酸や草園芸愛好家の間でもあえて栽培されることも少ない。栄養用をとって指の間で折り曲げると折れる時にプチンと音がするのを楽しむという、 三村の子供の遊びがある。ありがとうございます。